で、前の晩は格のごときの諸々の悪夢を挙げて救うることなしまで講じたが、今夜はその次じゃ。悪夢をもってのゆえに、さらにまた諸々の悪夢を作ると。これはまことに短いながら強いお言葉じゃ。先刻人間に恨みを返すとの義があった説申したごとくじゃ。一の悪業によって一の悪化を見る。その悪化ゆえにまた新たなる悪業を作る。格のごとく転々してついにやむときないじゃ。車輪のめぐれどもめぐれども終わらざるごとくじゃ。これを輪廻と言い、流転と言う。悪より悪へと巡ることじゃ。契機してついに終わることなしというが、それじゃ。いつまでたっても終わりにならぬ。どこどこまでも悪因悪化、悪化によって新たに悪因を作る。なあ、こうじゃ。浮かむせとてもあるまいじゃ。昼はすなわち日光を恐れ、また人及び諸々の協調を恐る。心しばらくも安らかなることなし。これは露天の中のつらい模様を我らにわかるよう直に申されたのじゃ。もったいなくも我らは光明の日天使をばはばかり立てまつる。いつも闇と道連れじゃ。東の空が明るくなりて、日天使様の金の矢が高くいださるれば、我らは恐れて逃げるのじゃ。もし白昼に眼を正しく開くならば、その日天使の黄金の鞘に打たれるじゃ。それほどまでに我らは悪業の身じゃ。また人及び諸々の協調を恐る。なあ、人を恐ることは今夜今頃こうずることの限りでない。思い合わせてよろしかろう。もろもろの協調を恐る。高やはやぶさ、またさほど強くはなけれども、日中なればカラスなどまで恐れねばならぬ情けない身じゃ。はやぶさなれば空よりすぐに落ちてきて、こなたが小鳥をつかむときと同じようなるありさまじゃ。たちまち空で引き裂かれるじゃ。少しの逆らいをしたとて何にもならぬ。下にも下にも浅ましく情けない我らの身じゃ。心しばらくも安らかなることなしと。どうじゃ皆の衆、ただの一時でもゆっくりと何の心配もなく落ち着いたことがあるかの。もういつでもいつでもビクビクものじゃ。ひとたび狂心を尽くしてまた新たに狂心を打とこうじゃ。泣いて悔やんで悲しんでついには年取る、病気になる。あらん限りの難儀をして、それで死んだらもうこのような悪鳥の身を離れるかとならば、なかなかそうは参らんぞや。身に染み込んだ財宝からまたフクロウに生まれるじゃ。格のごとくにして百姓二百姓ないし功をも渡るまでこの狂心を免れぬのじゃ。つまびらかにもろもろの観難をこむりてまた作ることなし。もう何もかもつらいことばかりじゃ。さて今東の空は金色になられた。もう合天使がお出ましなのじゃ。来月26夜ならばこのお光に失笑大力様を拝み申すじゃなれど、今宵とてまた拝み申さぬことでない。皆の衆、よく真心を持って仰ぎ奉るじゃ。